こんにちは、みしろです。今回は移動平均線の使い方話していきます。移動平均線の使い方って一般的にね、よく言われる使い方っていうのがあるんですよ。それが何かっていうと、移動平均線での反発エントリーってやつなんですよね。そもそもね、移動平均線って、何かっていうのは、多分ね、ほとんどの方知ってると思うんですけど、こうやって値動きがあった時に移動平均線がこういう風にこうなってますよね。どういう風に言われるかっていうと、この移動平均線にこの赤い方ですよね、値段がこう近づいていってタッチしたポイントでエントリーして伸ばすみたいな。確かにね、過去のチャートとか見るとこういうポイントって結構あるんですよ。綺麗に反発してるポイントって。でもこれの何がむずいかっていうと、そもそもね、こんなに理想通りうまくいかないってことですね。よくあるパターンがあるんですよ。これを狙って多くの場合どうなるかっていうと、なかなかタッチしないんですよね、これね。タッチしないんでずっと待つんですよ。トレンドが出てる間、移動平均線にタッチするのをずっと待つんですよ。で、ようやくここでタッチしたなと。タッチした、よし、エントリーだ、よし、ここから伸びるぞと思ったら、こう割ってきて、こういう風になっていくみたいな。多いですね。で、やっぱりね、これって、で、もちろんうまくいくときもありますよ。でも基本的にはトレンドが出れば出るほどトレンドってのは弱くなっていくんで、出にくくなっていくので、待てば待つほど不利なんですね、これは。だからトレンドの中盤とか後ろの方で入る羽目になるケースが多いってことです。必ずしもそうではないんですけど。なので案外これって勝てそうに見えて勝ちにくいんですよ。だからあんまりこの移動平均線の使い方っていうのは僕は推奨しないんですよね。そもそもね、移動平均線を全くね、違う視点からこれは見た方がよくって、本当これシンプルな話、全く難しい話じゃないんですけど、僕はどういう風に見てるかっていうと、価格が移動平均線の上にあるか下にあるかだけ見てます。それ以外は別に結構どうでもいいんです。この移動平均線っていうのは、僕はもう20期間しか使わないですね、基本ね。あんま小難しいので使わないですね。そこに対して、価格がその移動平均の上なのか、それとも下で推移してるのかを見ますね。基本的にね、トレンドがまずアップトレンド出てる時っていうのは、この移動平均線の上で推移するんですよ。で、どこかのタイミングでこの移動平均線を切ってきて下に潜るタイミングが来ます。ここがまず流れが変わる可能性があるってことなんですよ。ここから上にあったものが下に切り替わる、下にあったものが上に切り替わるっていうのは、そこからその強弱が入れ替わる可能性ありますよってことを示唆しているので、そこは結構その切り替わりポイントはよく見るようにしてますね。で、もちろん下に潜ってからまた上に抜けていくってことはあるんですけども、特に僕がよく見るのは、ある程度アップトレンドが続いて、これが移動平均線だとしますよね。で、ある程度アップトレンドが続いた後に、こういう風に潜っていったところですね。で、こういう風になってきますね、移動平均。ここですよね。ここから先注目してるんです、いつも。強かったものが弱い方に切り替わっていく。強かった力、上に押す力が強かったのが反転し始めるポイントなんで、ここから実は流れが変わる可能性があるんですよ。ここから見るべきなのが、他の動画でもよく言ってる転換からの3点目、転換からの第2波なんですよ。で、それってすでにここから始まってるってことなんですよ。だからこの最初の兆しなんですね。移動平均線を下回るっていうのが最初の一番大事な兆しっていうことです。その後、下回った後どうなるかっていうと、こうですよね。で、こう下回りましたと。あとって、大体、こういうふうに、こうなってって、こんなふうになってって、で、こう、で、こんな感じですよね。こういうところを捉えたいわけですね。で、こういうところを捉えるためには、ここが最初の兆しなので、こういうポイントをまず探していくってことですね。リアルタイムではこういうのを見ていくってことです。
でその後に逆張りからのトレンドフォローのポイント、この3点目、転換2波が出るかどうかを注目していくっていうことですよね。移動平均線ってこういうふうに本当にシンプルに使うのが一番使い勝手がいいというか、あんまりこれで細かいエントリーポイントを定めていくっていうのはトレンドをね追いかけることになっちゃうので、これで勝ってる人もいると思いますけどね、普通は難易度高いかなっていうか勝ちにくいなっていうのはあります。なのでその強かったものが弱気に転換する、弱かったものが強気に転換するっていう、そこを見定めるために移動平均線っていうのは見るっていう風に切り替えてもらえたら多分だいぶ見やすくなると思いますね。でそこから逆張りからのトレンドフォローを狙っていくってことですね。で、まあ、具体的なその狙い方はメルマガ登録すると届くですね、動画で解説してるんで詳しく見てもらってちょっと実践してもらえたらなっていう風に思います。